はい、ともこみです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブからお届けしていきたいというふうに思うんですけども、ですね、前回ですかね、ドラゴンライダーの話をしましたが、今回もその続きみたいな感じになります。ドラゴンとドラゴンライダーの組み合わせってすごく臨機応変に使えて強いなっていう話をしたんですけども、今回ですね、うちの蔵にいるマサルさんが、結構ね、衝撃的なアタックも見せてくれて、かなりこれ、ライドラ使ってる方なんかには、いい、組み合わせになるのかな、なんていうふうに思ったんで、紹介したいというふうに思います。まあ、というかもうね、ライドラとドラゴンライダーの組み合わせなんですけども、これ結構使ってる方も多いので、改めて、新しくっていうわけでも、まあ、そんなないかなっていう気もします。まあ、なんですけども、なんでこれがうまくはまるのかっていうところをちょっと今日お話ししたいというふうに思っていて、で、まあ、それがわかると、使える配置、使えない配置、ないしは、その使っていく上での、注意点みたいなところっていうのが、わかるのかなというふうに思います。まあ、そんなふうなところにね、こう着目しながら、この動画見てもらえたらなというふうに思うんですけども、両端ですね。これ、なんか、逆が置いちゃったな、これ。キングとアーチャークイーンで、両端をカットしていきながら真ん中にこうライドラを通していくっていう。ね。で、このライドラを通すときっていうのは、もう初手トームからのレイジニアスドンドンって打つ。まあ、これは基本的なライドラを使うときの鉄板のパターンですよね。で、この形に持っていきながら、中心部分に関しては、突撃艦を当てて中から行ったドラゴンと、あとは、バルーンかな。を当てていきながらタンホールを壊していくという形ですね。で、これとドラゴンライダーを出したのが、ちょっと今中身がわかんなかったですけども、多分ドラゴンとバルーン。で、そこから先はもう通常の、ライドラー攻めのパターンと同じですね。最終的には、ロイヤルチャンピオンを、クランチョンが壊れたところら辺を見計らって出していって、残った防衛を、ライドラと、ロイヤルチャンピオンで片付けていくという感じですね。今回のアタックがすごい成功している1個のポイントっていうのは、アーチャークイーンがまだこう生き残ってるんですよね。ずっとまっすぐ壁際をこう歩ってきたっていうのが大きくって、ライドラのアタックをする場合って、やっぱりヒーローが最後まで生き残ることが、ポイントになると思うんですけども、今回のマサルさんの攻めでも、アーチャークイーンがこう生き残ってるっていうのは大きなアドバンテージになったのかなというふうに思います。で、本題というか、なんでこれが強いのかっていう話なんですけども、基本的には火力が密集している配置にライドラって強いですよね。そこにライドラをしっかり持ち込んでいって、一気にチェーンを当てていくと、そのチェーンによっていろんな防衛にダメージがこうドドッと入っていくので、ここから先、もうライドラのチェーンがレイジに乗っかってもう2発3発入ると、あっという間に防衛が壊れちゃうというのがまあ特徴としてあるわけだと思うんですけども、これを、拡大させるのが、このドラゴンライダーかなというふうに思ってるんですね。こんな感じで、ドラゴンライダーがどんどん防衛を殴っていってくれるので、このライドラのチェーンがまず入るじゃないですか、こういう風に。入って、体力が低下した防衛を、ドラゴンライダーがもうノンストップで次から次に壊していくんですね。これが結構ね、えぐい強さだなっていう風に思います。ライドラのチェーンって一発入っただけじゃ当然投石機とか壊れないですけども、でもこれもそうですよね。ドラゴンライダーがチェーンによって弱った防衛に、5度目の炎をバーンって当てることによって、そこが壊れてしまうっていうことが繰り返されていくうちに、ライドラの前進するスピードがすごく速くなって、結果やられる前に全部やっちゃうということができるっていう形だと思うんですね。で、今日合計で3本のリプレイ見てもらいたいと思ってます。これが1本目ですけども、もう1本成功リップを見てもらった後に、残念ながら失敗になったリップも1本見てもらって、合計、その3本でね、今日はやっていこうというふうに思うんですけども。いやー、これ、すごいですね。やっぱりヒーローが最後まで生き残る絵が描けるような場合っていうのは、とってもこのライドラ攻め刺さりますね。今回両側にヒーロー散らしましたけども、まあ、必ずしも両側に散らすっていうことだけではないと思うので、まあ、そこは通常のライドラアタックと同じ感じかなというふうに思います。まあ、いろんな方がもうライドラのね、指南ってされてますし、なんならうどんさんがかなりライドラを中心にやってらっしゃるんで、見てもらうと分かりやすく理解できるかなというふうに思います。冒頭、うどんさんのライドラは練り込まれてると思うんでね、勉強になると思います。で、これですね、プラン的には、ここからドンとこう出していくんですね、ライドラを。同じように、下側クイーン、上側キングでこう削っていってますね、こういうふうに。で、クイーンはまあワンチャンタンホールに届けばいいかなっていう気もするんですけども、まあ、届かなくても、まあ、この場合で言ったら突撃艦を投げていくんで、それで倒すっていう感じですかね。で、このね、アタックは、初見ではないので、もう突撃艦ここから行ってますね。これはもう、エアスイーパー、じゃないわ。トルネードトラップがないことが分かっているんで、ね、この外側から当てていきました。
で、中心部分はライドラとドラゴンライダー、外周部分をあとバーバリアンキングとアーチャークイーンでこうそれぞれ削っていくって感じですね。マサルさんのこのアタックの場合って、ヒーローを両側にこう散らすケースが多いとか、まあ、この基本的にこの形なんですけども、まあ、こうするメリットっていうのはライドラがその壁の中に、限定して行動してくれる、まあ、ドラゴンライダーもそうですよねってなってくるので、当然壁の中って主力の防衛が密集していますから、そこからライドラとかドラゴンライダーがはみ出ないっていう効果が結構大きいのかなっていう気がしています。で、必ずしも全ての村にこれがハマるかっていうのはちょっとなかなか言い切れないものも当然あるんですけども、まあ、これから失敗見てもらうんでそうなんですけど、アーチャークイーンとかバーバリアンキングの進行を妨げる壁がない、これそうですよね、こう壁が繋がってないんで、ここキングがそのまままっすぐこう走り、キングがそのままここまっすぐこう走り抜けられますよね。でこっちもクイーンが、こんな風に外周をぐるっと回っていくことができる、まあ、そんな風に壁がね、ヒーローの行く手を邪魔してない場合っていうのは、その進行速度とライドラとあとドラゴンライダーかの進行速度が同じくらいにこうなっていって、面で、攻めを押し上げていけるという形が作れるので結構いいかなっていう風に思います。キング最後までこう生き残ってますしね、これ大きいですよね。なので、マサルさんのこの編成ですね。ちょっと復習すると、キングとアーチャークイーンで、この外周側をこう攻めていくっていうかね、それぞれ攻めていって、中心部分に、ライトニングドラゴンと、あとドラゴンライダー。ドラゴンライダーって、これでいいかな。わかりますかね。これを当てていくっていう感じですね。ドラゴンライダー6入ってますね、これ。これを真ん中にドーンと当てていって、で最終的には、まあ、ロイヤルチャンピオンを、外周部分からこう流していくっていう感じですね。まあ、どっちから流したかちょっと僕今まで見てなかったですけども、ロイちゃんは最後、外周側をこう掃除するのに使うっていうパターンが、まあ、主かなっていう気がします。ですね、ここまで成功例見てきましたけども、まあ、こんな形でこの、マサル式って言っちゃっていいのかな。これは使っていく、のがいいのかなと思います。で、それに対して失敗例ですね。この三毛猫さんの村を攻めた、これはちょっとね、マサル式が決まらなかったパターンですね。タウンホールをキングで落としていって、キングで落としていって、ここですね。ババキンで落としていきながら、アーチャークイーンを反対側に出していって、こう、中心部分にライドラゴンをまた入れていくっていう感じなんですけども、ですね、簡単に言うと、この投石機とか、クロスボウのあるあたりに、ライドラが誘導できなかったんですね。で、そうなることによって何が起こるかっていうと、相手のヒーローがね、すごくいい仕事をしてくれちゃうんですよ。まあ、それちょっと見てほしいなというふうに思います。で、このパターンは基本ダメですね。一つは、ババキンがもうこれタンホールを壊すタイミングで、もう力尽きちゃうんで、この外周側、全然カットがもうする余力がなくなっちゃうんですよね。っていうのが1点と、ドラゴンライダーを使った攻めっていうのは、当然ながら、相手のヒーローに弱いんですね。まあ、援軍にも弱いんですね。要するに、防衛施設を優先で壊すんで、アーシャークイーン、ロイヤルチャンピオン、あとは、なんだ、今回出てきてるような、こういう小粒のアーシャとかが来ちゃった場合には、もう、太刀打ちができなくなっちゃいます。で、こいつらに、当たってほしくないんですよ。で、当たってほしくないんですけども、ロイヤルチャンピオンが今これ、まさにこれ、ドラゴンライダー落としましたね、こんな風に。で、またこれまたもう一手落としますよね。こんな風にコンコンコンって。こうなってくると、ドラゴンライダーってやっぱりその防衛を優先的に、壊してくれるので、ライドラと必ずしも同じ道を歩かないんですね。別々に分かれちゃうんです。今回のケースで言うと、ババキンがここは壊してくれたんだけども、ここ残っちゃったもんだから、こっちにライトニングドラゴンがみんな、こっちじゃ、まあ、ライトニングとかエレクトリックドラゴンどっちなんだろう、英語で書くのがいいなのかな。まあ、わかんないけど、ライトニングでしますね。ライドラがみんなこっち側にこう行っちゃって、で、ドラゴンライダーがみんなこう中心部分に入っちゃったんですね。こうなると、ロイちゃんがもう、はい、来ましたと言わんばかり、ドラゴンライダーをこう集中攻撃しちゃって、全部起こっちゃったっていう感じです。なので、この攻め方を使う場合には、外周ちゃんとキングが最後まで歩けますよっていう壁に阻まれないような村を狙うっていうのが1点と、まあ、村を狙うというか、阻まれないように歩かせるってことですかね。これ中に入れたのが多分もしかしたら今回ちょっと良くなかったかもしれなくて、外周にこう歩かせることができれば、
また違ったかもしれないですね。突撃艦を当てていって、こっちからライドラッタ将コンテナの中に入れて、まあ、クイーンとかね、こんな風なプランにしたらもう少し違ったのかもしれませんけども、まあ、それはやってみなきゃわかんないし、この攻め方は松田さんがかなり熟知しているので、自分がこう簡単に言ってそれが成功するとは決して思えないなという気もしますけども。はい、でもう一つは、まあ、1個目はだからヒーローが両側にこうね、ちゃんと最後まで歩けるルートがあるかどうか。で、もう一個は、ライドラが、ね、ちゃんとドラゴンライターと一緒に進行するかどうかですね。で、なるべくちゃんと相手のヒーロー、ババキンじゃない、アタクイとロイヤルチャンピオン。これをライトニングドラゴンでちゃんと、倒すことができるルートにライドラを誘導できるかどうか。まあ、この辺っていうのが肝になってくるのかなというふうに。結構なんか言い間違いが多くてすいません。いつもながらね、ちょっとトークに関してはキレがないかもしれないですけども、攻めとしてはすごくね、いい攻めだと思いますし、このパターンさえちゃんとつかめれば、いろんな村にこう当てはめて、全開取ることができる、比較的、攻めそのものっていうのはシンプルに組み立てられる、戦術かなというふうに思いますので、皆さんもしよろしければね、この、ライドラー、ドラゴンライダー編成、マサルさん式で、キングとアーチャークに外側に流すパターンですね。ぜひ、試してみてもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日少し短めの動画になっております。この辺で終わりにしたいというふうに思います。私のチャンネルなんですが、クラン対戦の解説系の動画中心に扱っております。タンフォール12から14までこう幅広くね、やっております。で、今回は14の動画ですけども、これからも12、13上げていったりしますので、ぜひいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。